はい、どうも、アットです。今日はですね、平日水曜日に行われますスパーキングレディカップの予想をしていきます。ちょっとね、土曜日から熱が出てしまって、動画とブログが出せなくて申し訳ございませんでした。まあ今ね、ちょっと熱がようやく下がってきたので、こっからまた動画を撮っていきます。まだちょっとね、声が完全に戻りきってないんで、若干ね、声が変になってしまいますが、お許しください。ということでですね、やっていくわけですけども、まあメンバーがね、個人的には結構揃ったというか、面白いメンバーが揃ったなと思って、これはね、かなり予想のしがいがあるなと思いました。と、その前にまずこちらをご覧ください。はい、ここ最近の的中報告ですね。地方競馬も、とりあえずね、ずーっと僕は、地方競馬に関してはですね、当たってまして、まあ帝王賞とかね、ちょっと残念だったんですけど、それ以前のね、まあ、G3、G2 格とか、まあ、川崎記念とか柏記念もあってますし、まあ、とにかく地方重賞がほんと絶好調なんですよね。で、その他も、はい、まあ、宝塚記念ですね、ブローザフォン単勝5万かけて、払い戻し37万5千の的中したりも、本当にね、上半期は皆様のおかげで最高の締めくくりをすることができましたよと。じゃあね、この予想はどこにあるんだってお話なんですけども、今回もですね、地方競馬なんでノート予想に最後はなりますんでお願いします。まあ、概要欄にですね、ノートを貼っておきますので、ぜひね、こちらからご登録お願いします。必ず皆様に有益な情報を届け出しますんでお願いします。はい、ではこちらをご覧ください。今回行われるですね、川崎戦六の特徴ですね。まあ、強いて言うならね、ちょっと前が有利かなってぐらいなんですけども、まあ、ここのね、1600メートル、まあ、直線長いとこからスタートするんで、まあ、別にね、内枠不利とか外枠不利とかないんですが、まあ、やや前有利の競馬場ということになっております。はい、では詳しく解説していきます。はい、まずは、このライオットガールから行きましょうか。まあ、予想図を見るとね、なんか抜けた1倍台になってますが、いや、絶対1倍台にはならないです。今回かなり僕混戦だと思ってますんで、まあ、2倍台後半から3倍前後にはなると見てますね。まあ、前走のね、エンプレス杯は、ま、ちょっと距離が長かったかもしれないですけども、まあ、その前のね、この兵庫城杯とクイーン賞、まあ、かなり強かったですね。で、特にね、この兵庫城杯では、まあ、今回他に出るですね、キャリックアリードとか、アーテルアストリアにですね、まあ、干渉してますし、まあ、それらとね、今回結構同じようなメンバーなんで、一見ね、すごいチャンスだと思うんですけども、ねえ、一番人気の松山騎手ってところで、僕ね、本当に松山騎手と多分世界一ね、相性が悪いんですよ。だからね、一番人気の松山騎手買いたくないんですよ、単純に。はい、馬がどうこうってより。ってことですね、これでまた松山騎手から買ってね、外れたら、ほんと松山騎手のこと申し訳ないですよ。嫌いになっちゃいそうなんで、ライオットガールを本命にはしないですね。まあ、だから、あと人気どころで言うと、まあ、このアーテルアストリアですか。まあ、3走前のクイーン賞を買って、兵庫城杯も2着になって、まあ、エンプレスハイダーですね、ちょっと展開が向かなかったんであれなんですけど、まあ、元々実績はありますよと。で、鞍上のね、菱田騎手、まあ、これが乗るのはいいんですけども、まあ、なんだろうな、絶対的な決定力というか、そもそも戦力ちょっと短いんじゃないと思ってて、まあ、この馬ってね、まあ、1008で結果残してるように、僕はベストは1008以上だと思ってるんですよね。だから、どうかな、ちょっと距離、短いんじゃないって思うんですよねって感じです。じゃあお前はね、他にどの馬を狙うんだって言われましたら、もう今回の方面も正直迷いました。ただ条件的には今回めちゃめちゃ合う馬が1頭見つかりました。はい、6枠8番のキャリックアリードですね。はい、今回の本命になります。なんとね、ネット競馬さんの予想って30何倍になってましたけど、いや、そんな絶対につかないです。間違いなくもっとあります。だから単勝オッズ、まあ、15倍から20倍ぐらいになると思いますね。で、なんでね、じゃあこの馬を本命にしたんだってお話なんですよ。僕は、この4走前のこれ神奈川記念、まあ、今回と同じ川崎の戦力ですよね。これをめちゃめちゃ評価してるんですよ。で、これがね、キャリッカーリードの川崎記念なんですけども、まあ、これはね、転入初戦で、まあ、猛然と追い込んで2着来てるんですよ。で、これ、ビブラフォンとユディタムっていう、これ前行く馬2頭が、逃げるところにキャリックアリード1頭だけ猛然と追い込んで2着に来たわけですよね。で、これ4着以下がこれユティタムからこれ6馬身離してるんですよね。だ、要するにキャリックアリードだけ1頭だけ猛然と刺してきたわけですよ。すごい脚力なんですよね。なんか僕はこれを評価してるわけですよ。と、あとは、まあ、鞍上の赤岡騎手もいいんですけど、展開が今回めちゃくちゃ速くなりそうで、まずこの5枠の2頭、フーリッシュホビーと道の暗示が絶対行きますよと。
で、このうちからボヌール・バローズもね、間違いなく逃げたいでしょうし、さらに外にはね、ミラクル・ティアラとか、ピブラホンだってね、前行こうともいや行きたいですし、ってなった時に、絶対にキャリッカ・リードに展開が向くんですね。それこそ4走前の川崎記念みたいに後ろからぶち抜くんじゃないかと。いうことですね。まあ、兵庫上杯についてはね、ちょっと三上騎手がね、前行っちゃったんですけども、それをね、生かしてエンプレス杯で後ろから行って3着に行きましたよと。やっぱりね、まあ、差し馬から今回は展開が早くなりそうなんで、買おうということになったら、まあ、妙味とか考えて、まあ、キャリックアリードがいいのかなって感じですね。ってお話で、で、あとがね、それこそ絶対に買わなきゃいけないのがスピーディーキックだと思ってて、まずそもそも去年このレースの2着馬なんですよね。これがスピーディーキックの全成績なんですけども、まあだからここにある通りです。まあ一番人気2着なんですけども、まあ、ただ本命にできない理由は、去年がピークだったのかなとも思って、それこそね、こう2年前の秋から冬にかけてのこの戸塚記念から、まあ、東京シンデレラ前のパフォーマンスが凄まじくて、フェブラリーでもですね、初めての中央で6着まで来たわけですよ、G1 なのに。そっからですね、ちょっと格上のレース使ったり芝行ったり、なんかすごいもったいない使われ方してるんですけども、まあ一応ね、去年の年末、東京シンデレラマイルは勝ちましたが、タイム差が 0.0 なんですよね。でもこう2年前の東京シンデレラマイル 0.7 秒とぶっちぎってるんですよ。で、フェブラリーも去年に比べてね、着順を落としましたよと。だから、ピークは、去年なんならね2年前の秋から冬なんじゃないかと思うんですよね。まあ、ただスピーディーキックも後ろから行きますよとって考えたら展開も向きますし、川崎もねめちゃめちゃこの馬実は馬券内率 100% なんで、まあ買わなきゃいけないよねってお話です。で、あとのね、例えばこのミラクルティアラとかドライゼの、まあ、このね中央の条件前走ってきた馬たちはどうするんだってお話なんですけども、まあ、ドライゼはね展開向くと思うんですけども、まあ、この3勝クラス勝ったといってもね、牝馬限定戦ですし、1回ね、この馬、川崎走ってるんですけども、まあ、惨敗してるんでちょっときついかなと。で、まあ、ミラクルティアラに関しては、この3勝クラス、まあ、ボバ混合で勝ってるんで、一見ね、すごい買いかなとも思うんですけども、まあ、この前走を見返したら、めちゃめちゃ超がつくスローペースで、1000メートルが1分3秒いくつなんですよね。で、案の定、めちゃめちゃ前残りと。で、さっきも言ったように、今回めちゃめちゃ逃げ馬、前行く馬が多いんですよ。絶対に短期でいけないんですよね。ってなった時に絡まれて、どうなのって感じですよね。ビブラフォンもね、まあ、正直前行くまで、なんだろうな、そんなに特になんか特筆すべき買いどころがないって感じですし、例えばですけど、だったら、で、まあ、逃げ馬でね、じゃあどれが一番行くんだって言ったらね、やっぱり、まあ、枠順的に考えてね、まあ、ボヌール・バローズ、まあ、吉原騎手がね、どういった騎乗を見せてくれるかなってのがすごく個人的には、なんかね、楽しみな感じがいたしますね。はい、では最後、印をつけさせてください。まあ、あえてつけるならこんな感じですかね。まあ、キャリッカーリード本命は多分変わんないと思います。さすがにね、本当にまあ34番もつくわけないと思うんですけども、妙味はかなりあると。まあ、だから本当にね、まあ、スピーディーキックとか、アーデラステラとか、まあ、後ろから行く馬を中心に買ったって感じですね。で、もし逃げ馬で残るんだったら、まあ、ボヌール・バローズの吉原騎手が、まあ、神騎乗を見せてくれるかなってのが、まあ、僕の結論ですね。はい、これで以上になります。まあ、あとですね、最初も言ったように、最終見解ノート予想になりますので、ぜひこちらのご登録をお願いします。必ず皆様に有益な情報をお届けいたしますんで、お願いします。はい、これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。